こんにちは、案内役の小田切です。今日は私が担当したオーナー様のお家をご紹介いたします。途中オーナー様も登場しますのでお楽しみに。はい、こちらのお家、敷地面積が54坪、建物は延べ床面積が34坪、それで 3LDK の間取りになっております。で、外観ですけども、外壁が、まずブラックを全面にベースとして使っております。アクセントとしては、ホワイトのものを使ってまして、全体的にシンプルかつちょっとこう豪華に見えるような重厚感のある作りになってます。で、屋根の上にはですね、屋根自体はネオブラックっていうほぼ真っ黒の色で統一してるんですけども、その上に太陽光パネルを28枚搭載しており、波形も大助かりと奥様が喜んでおります。それで外光なんですけど、奥様がまずシンプルなのがすごくお好きというところで、こういう表札とかポスト関係はこういった形の、黒と白を基調としたものになってまして、皆さん見てほしいのがこちらです。はい、こちらになってますけども、お子さん2人いらっしゃいますので、2020年のその当時のお子さんの手形をこういうふうにペタペタと、押してここに、一番見える位置に、つけてます。はい、次は玄関をご紹介します。玄関はですね、YKKP さんのベナートシリーズを採用してまして、で今回このデザインに関してはすごくゴージャス感のあるこの凹凸がよく出るタイプを使ってまして、しっかりと採光のできる窓、これもついてますので、すごくいいタイプのドアを採用してます。で、色はココナッツチェリーと言いまして、奥様のここがこだわりポイントで、黒の外壁にこのエレガント感な印象を与えれるココナッツチェリーという色を採用しています。はい、じゃあ早速、中に入ってみたいと思います。ガチャッと。はい、玄関内部のご紹介です。まずこの玄関は、奥行きがですね、少し広めにしてあるので、靴を脱ぐスペースにしても、このホールスペースにしてもちょっとゆとりがあります。なので、こうやって水槽を置いたりもできますし、こうやって奥様が好きな絵を飾ったり、されているので、こういうスペースにもできます。で、あとこちらなんですけど、こちらがシューズクロークになってまして、少し開けますね。ガラガラっと、この棚がですね、靴が約80足入ります、最大で。で、傘をかけたりするパイプもついてますんで、こういう風に便利に使っております。で、玄関正面にはファミリークローゼットを作ったんですが、今はですね、このようにご主人の念願だった大きなワンちゃんがいらっしゃるんで、このワンちゃんのお部屋として、活用しております。で、もともとファミリークローゼットとは作ってるんですけど、ワンちゃんを飼うご予定があったので、もうここだけの、専用の換気扇もつけております。なので全然ね、匂いも気にならず過ごせてるということです。これからじゃあリビングをご紹介するんですけれども、その前にリビングのドアですね、リビングに入るドア、こちらが、高さがですね、ハイドアといって、2350mm なんで、メートル直すと 2.35 メートルのちょっと背の高いドアになってます。で、こうすることによって開放感、開けた時の開放感がより出る、タイプになっております。で、下の方ちょっと映してもらっていいですか。これがですね、今大きなワンちゃんをご紹介したんですけども、室内では、小さいワンちゃんと猫ちゃんもいらっしゃるということで、猫ちゃんがこう通り抜けできるような、ドアもつけてるタイプです。じゃあ入ってみましょう。ガチャッと、はい、入っていただくと、まずすぐにキッチンになります。で、このキッチンは、リクシルさんの、間口が 2.65 メートルのタイプで、奥行きが、85センチ
のタイプになってます。でフルフラットのアイランド型のキッチンになってまして、非常に使いやすい作りになっております。色味に関してはもうこれがもうこれからずっとお見せするんですけども、奥様こだわりの白を基調としたものになっております。でもうこのカウンタートップも全部白で、シンクもですねもう完全なる白にしております。それでレンジフードなんですけれども、これが白色っていうのがなかなかないんですけど、今回特別注文で白色を選択していただいてます。でこれはアリアフィーナっていうメーカーさんのものになってます。続いてキッチン収納なんですけれども、これがですね、これを開けていくとガシャッと開けますと、まあ、包丁刺しとか、まあ、こうやって混ぜるやつとか混ぜるやつとか、ですね、これを収納きっちりされてるんですけども、なんとですねもう一段開くんです。これガチャッとって言って、まあ、タッパーとかをこういうふうに上手に収納できるスペースになってまして、非常に大容量の収納になってます。続いて背面収納なんですけども、こちらカウンタータイプのものを選択してまして、このカウンターの上にはオーブンレンジですとか、まあ、オーブントースターとか炊飯ジャー、こういうものを並べてあって、この下の収納もですね、まあ、食器の収納というところでこう綺麗に箸とかスプーンも並んでるし、まあ、食器ですね、お皿とかもこういうふうに綺麗に収まるようになってます。下も開けてみようか。こういうふうに綺麗にですね、上から取れるんで非常に収納の仕方も便利になってます。続いてキッチン収納をご紹介します。これ開けますね。早速パカッと開けますと、ですね、この棚板が高さを自由に決めれる可動棚になってます。なのでこのお家では下の部分を結構大きく開けてます。ちょっと待ってください。これ映せます？何ですかこれ、何ですかこれ、なんかシルバーの見たことないような大きなものが入ってますけども、これを収納するためにここを開けてます。でこれ実はですね、やっていいですかね、こう手をかざすと開いちゃうというゴミ箱になってます。はい、続きましてリビング収納になってます。間口が 1.8 メートルほどある収納になってまして、これは折れ戸がついてるタイプですね。開けていきます。ガシャーっと、はい、このように、十分な収納量の、収納になってます。でこちらも、可動棚っていう棚が入ってますんで、この高さは自由に決められますし、ここの奥様はですねやっぱり上手にこうフォルダーとかこういう何でしょう、収納ボックスなんかも収めるように使ってます。でこの右側はもともとこのスティック型の掃除機とかをこう収納するためにこの間口も考えられてまして、もう上手に壁付けとかして充電器をですね、はい、収めてます。非常に綺麗な収納となってます。はい、続きましてダイニングスペースをご紹介します。でここはアイランドキッチンとの並びでダイニングテーブルを、置いてあります。なので非常に奥様がこう配膳とかもしやすいし、食器洗いに持っていくのもスムーズにできる動線になってます。で、こちらがですねダイニングの上がズドーンと吹き抜けになってます。はい、でこの吹き抜けがあることによって非常に開放的な空間の中でお食事ができることになってます。でこの吹き抜けの上部には大きなフィックス窓が2箇所ついてますので、非常に明るい、光を落としてくれる空間になってます。あとダイニング上部には、ダクトレールっていうレールがついてまして、このように奥様の好きな照明とかを、まあ、これペンダントライトっていうんですけど、こういうのをぶら下げるようにもできます。でその感覚とかも自分で ご自由に決めれるので、非常にこういう空間作りには役立つと思います。はい、続いてリビングのご紹介に移りたいんですけども、その前に今回
撮影にご協力いただいたオーナー様の筒井様ご家族様をご紹介します。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。はい、でこのリビングなんですけども、上の方を映していただくと、これプロジェクターがついてるんですけども、これがあれですよね、こだわりの一つだったと思うんですけども、はい、奥様なぜプロジェクターをつけようと思ったんですか？主人がこういろいろ住宅展示場を見ていった中で、はい、やっぱこれにすごい憧れて、うんうん、プロジェクターがこう隠れたところから下がってきて、はいはいはい、で埋め込みスピーカーから音が出て映画館みたいなお家をしたいっていうのが希望だったんで、ここだけは絶対っていうことで、はい、ここを重点にこだわりました。そうなんですね。はい、じゃあそのこだわりの、ご主人こだわりのプロジェクターをご主人、じゃあちょっと下ろしていただいてもよろしいでしょうか。じゃーんとね、奥さん、ちなみにこれ何インチのスクリーンが降りてくるんでしょう？では100インチになります。100インチだそうです。もう壁一面がほぼスクリーンになるような作りになってますね。はい、でこれ普段使うときはあれですか、このまま窓とかも開けたままというか、カーテンとかもされてるんですか、それともなんか暗くするようにしてるんですか？そうですね、なんかやっぱりこのままだと見えはするんですけど、やっぱ本来の画質の通りにならないので、はい、もうちょっとこう暗くした方がいいんじゃないかっていうことで、電動シャッターをいろんなところにある窓を全部閉められるようにつけてもらいました。なるほどですね。はい、電動だと楽ですよね。そうですね、うん、意外といっぱい使ってますね。どうですか皆さん、はい、これがホームシアターっていうやつですよね。まあ、映画を見たり、スポーツ観戦をしたりとしているということですね。はいはい、続いてリビングのご紹介です。でリビングは広さは10畳ほどございます。で、色味としてはやっぱり白を基調とした色味になってまして、ここのテレビボードの裏には、アクセント、これですね、レンガとか石面に見えるんですけど、実はアクセントクロスを採用してます。なのでこの白とこういったちょっとしたレンガ調のアクセントを使うことによって、またより一層彩りを与えてます。で上の方を映していただくと、こちら折り上げ天井って言いまして、通常の天井より少し高く一部する工夫になってます。でこちらにこの筒井様のお家では、間接照明を入れまして、また雰囲気よく、してます。こちらの、折り上げ天井はカーテンレールの場所にも採用してまして、カーテンレールをこの折り上げ天井に隠すことで、このカーテンの、ちゃんとしたデザインとかも強調できるようになっております。こちら壁を彫り込むニッチというものになるんですけども、こちらのお家ではですね、これを家の形に下に位置を作ってまして、ここにインターホンですとか、スイッチ関係リビングのすべてを収めてます。エアコンのリモコンとか、あとシャッターのリモコンとかも上手に収めるようになってます。続きまして洗面室やってきました。こちらがですね、洗面台がヒノキアオリジナルの、フーガドレッサータイプになってます。で、間口が 1.2 メートルのタイプで、ここのお家はですね、鏡を壁一面につけてます。で、その鏡の上部にまた折り上げ天井というものを採用してまして、この中に間接照明を入れてます。はい。で、ここが、奥様のこだわりポイントになってまして、このですね、照明は、実は切り替えることができます。ちょっとライトを映してもらっていいですか、上の方。はい、ライトをご覧ください。このライト切り替え式になってまして、一回消して、次つけると暖色。で、もう一回消してすぐつけると、この白色っていう切り替えができるようになってまして、奥様曰く、やっぱりオレンジ色の光だと、やっぱり化粧、お化粧するときとかに、やっぱり色味がちょっとわかんなかったりするんで、この白にも切り替わるように、コーディネーターと打ち合わせの上、こうしたようです。はい、で、これが、まあ、洗面台になるんですけども、その隣にこの棚板を設置してまして、これもまた可動棚なので高さは自由に決めれるんですけども、こ
こういうのを洗面台の隣に設置することで、まあ、タオルだとか奥様のこういったメイク道具とか、収納できたり、まあ、タオルとかですね、こういうふうにバスケットを利用して収納したりもできますので、非常に便利なものになってます。はい、続いて浴室をご紹介します。まず扉がですね、引き戸タイプです。スライドタイプですね。すごく開けやすいし、中も開放的になります。でこちらはリクシルさんアライズというタイプになりまして、天井がですねフラットタイプなんで広く感じる仕様になっています。浴室自体のサイズが、1620タイプといいまして、畳が 2.5 畳タイプになってますので洗い場が広くなってます。でプラス、鏡がワイドミラーを使ってますので、これも広く見せる工夫にはなっております。続いて玄関に戻りまして、左手奥にあるトイレをご紹介します。はい、こちらはリクシルさんのベーシアハーモ L タイプといって、タンクがないものになります。なのですっきりしてますし、掃除も楽になる仕様です。で小物関係もどうですか、これかわいいのがね、奥様のこだわりで置いてありますし、天井を見ていただくと、はい、アクセントクロスをこちら天井に使ってまして、まあ、水色っぽい天井になってて、まあ、非常に可愛らしいおトイレになってます。続きまして2階をご紹介します。でその前に、階段にも特徴がありますんで、その辺の特徴が、ね、ありますんで、はい、その辺をご紹介します。こちらは鉄骨階段になってまして、この壁ですね、壁がアクリル板を使っている透明タイプなので、非常に開放感かつ安全性が、確保できます。ちょっと上がってみましょうね。こんにちは。はい、一緒上がってきます。はい、2階上がってまいりました。ですね、2階に上がるとホールがあるんですけども、そちら映せますか。吹き抜けの窓があることによって2階のホールも非常に明るくて、心地の良い空間になってます。で下を覗いていただくとダイニングスペースが望めて、非常にこういうふうに上と下もつながってられる空間になってます。はい、それで2階のホールにもしっかり洗面台が設置されてますので、寝る前の歯磨きとか朝起きた時のお顔洗いとか、そういうのができるようになってます。はい、続きまして主寝室をご紹介します。引き戸になってます。ガラガラと開けますと、はい、こちらですね、部屋10畳のベッドルームになってます。なのでこういった大きなベッドも、1つ置いて、シングルとかも置いても広々使えます。そして扉が2つついているんですけども、これ両方ウォークインクローゼットになってまして、左がご主人用、右が奥様用といった風に使っております。じゃあ奥様から許可をいただきましたので、奥様の方を開けてみようと思います。バラーっと開けると2畳クローゼットがありますので、奥様はかなりお洋服とか、バッグとかお好きなんですけども、上手に収納できるスペースになっております。はい、続きまして、お兄ちゃんのお部屋になります。開けますね。ガラガラっと開けると、こちらはですね、5畳です。床のスペースが5畳になってて、こっち映せます。もう備え付けで、カウンターを設けてて机になってます。こちらがここで勉強されてます。で、お兄ちゃんがですね、ここにサッカーボールがあるように、サッカーやってますんで、ちょっと収納開けていきますね。すごくユニフォームとかジャージとかが多いので、あえてですね、収納を開けるとこの中段の棚をつけてあって、こういうボックスが置けるように、上下にそういう仕様にしてます。やっぱりリュックとかね、バッグとかいっぱいありますけども、こういうのが収納できるような収納になってます。はい、次は女の子のお部屋です。開けていきますね。ガラーッと開けると、失礼します。まあ、なんとも可愛いお部屋になってます。でこちらもお兄ちゃんのお部屋と一緒で、
こちらは 5畳ですね。机のスペースまで入れると5畳あって、同じようにお勉強するスペースになってます。でもう窓のこう枠にもいっぱいぬいぐるみとか置けるようになってますし、さっきのお兄ちゃんのお部屋と違うところが、ここにお兄ちゃんの部屋中段の棚があったんですけれども、こちらの女の子のお部屋ってことで、将来やっぱりコート、長いコートとかかけることもあるだろうということで、奥様がここの中段は、女の子のお部屋にはつけないでくださいっていうところで、こういうふうに作ってます。はい、今回は、私のオーナー様の筒井様のお家を、ご紹介させていただきました。今後も、こういう参考になる動画を続々アップしていきますので、よろしければ、高評価ボタンとチャンネル登録、そしてコメントまでお願いします。では皆さん、バイバイしてもらっていいですか。バイバイ。